堤さんにまずお聞きしたいんですが、はい、小倉さんがよくおっしゃるんですが、その政治の部分とそうじゃない部分をちゃんと切り分けて見なきゃいけないんだと、はい、まあ、要は韓国と韓国人を見なきゃいけないんだとおっしゃる、はい、なるほどと思うんですが、つまり政治うまくいってなくてもそれ以外の文化とか旅行者の交流とかがものすごく勢いになっている、はいはい、あ、じゃあそれでいいんだなと思いたいんですが、どうも政治の部分がですね、だんだん今回のこととかで経済でニュースに流れたりですね、いろんな、まあ、不買運動がどこまで広くか分かりませんけども、そっちの方向に行くんじゃないかなという不安をどうも抱いてしまう、はい、そういかないようにするにはどうしたらいいというふうに思われますか。それはやはり政治、まあ、これ両国、まあ、まあ、この場合と特にムン・ジェイン大統領と言いたいんですけど、はい、いずれにせよそれを含む両国の政治家が本来ならばそういうむしろ経済民間のトラブルを解決するのが政治の役割なわけですよね。で、政治の方の対立を民間や経済界に広げるのは政治の本来役割でもないし、全く逆方向の動きだということをやはり重々心に留めて全ての問題に対処する、エスカレートの試合にするのが、それによって、まあ、先ほど澤田さんおっしゃったように選挙目当て、まあ、韓国も実は来年4月ですか、そうですね、春ですね、総選挙があるわけですね。お互いがそういうことだけを見るのではなくて、そちらに波及させないのことこそが政治と外交の役割だということは、やはり政治家がわきまえるということに尽きると思いますけどね。この間は、まあ、お三人も出られた日韓未来対話というのがあって、韓国と日本の方々が議論した、その中で興味深いアンケートは、韓国の方がですね、政治と他を切り分けて、政治が悪くなっても日本に対する好感度は過去最高に上がっているわけです。逆に日本の方が政治が悪くなると向こうへの好感度が過去最低になっていると。だから逆に日本人の方がそこはかなり気をつけた方がいいかなという気がしたんですけど、いかがでしょう。そう確かにね、日本人の方が韓国のことを理解してない面があるんですよ。やっぱり韓国人は、ね、日本のことを理解してる人多いですよ、やっぱり。そういうもんですか。ですから、ただね、それどうしてでしょう。ただね、やっぱりそれは植民地支配の問題とかね、歴史の問題がありますが、ただ私が申し上げたいのはですね、やっぱり歴史、あの村山談話の最後の一節なんですよ。それをみんな忘れてるんですよ。村山談話の最後の一節は、歴史がもたらした内外すべての犠牲者に深い哀悼の念を捧げますとこう言ってるんですよ、うん、内外すべてなんですよ。内外というのは日本人のも含んでるんですよ。つまり日本人の犠牲者にも哀悼の意を述べてるんですよ。なるほど。だから何もあの談話は中国とか韓国は対外的に謝ってるだけじゃないんですよ、うん、日本国民にも謝ってるんですよ。そこのところどう考えるかっていうことを日本国民も韓国国民も理解してもらわなきゃいけないんですよ。どうぞ何かあれば。堤さんおっしゃったように、はい、私もやはり不買運動とか両国で広がるとか、ね、うん、やっぱり一般国民に広がるような事態っていうのは何とか避ける必要がやっぱりあるとは思うんですよ、はい、でたださっき政治が経済に悪影響を及ぼすとは、まあ、けしからんというのはまあおっしゃられて、うん、それはそうかなと思うんですけど、これは政治ではないと思う。この前出た日韓未来対話で私が衝撃だったのが、韓国の人は日本人の一般のそこの道端を歩いてるおばさんとかでもいいんですよ、一般の方がこんなに韓国に対して怒ってるってことを本当に分かってないんだなと、うん、なんで日本怒ってるんだろうぐらいの感覚で、うん、ここまで事態が深刻になってるのに、この日本の感覚がシェアされてないというのは非常に深刻だなと。じゃあなぜなんでしょう。メディアの責任大きいと思います、ね、メディアがあまり報じてないってことですか。ちゃんと報じてないっていうか、そこはやはりその日本と韓国の感覚の違いってすごく大きくて、うん、日本の方が本当に今感情的になってるんですね、うん、で韓国の人はそれに対してそれに気づいてない、全然気にしてない、だからムン・ジェイン大統領何にもしないわけですよ、うん、でこれは非常に大きな問題で、これなんとかやっぱり、ね、日本が起こってるんだってことは伝えなければいけない。私は今回の措置はその伝えるメッセージとしては握手だと思いますけれども、そのメッセージ伝えなければいけないことは確かですね。そう思います。はい、難しい問題です。